ドラウタ2000は、オーストリア国鉄の鉄道路線の名称である。イタリア、オーストリア、スロベニアの3国にまたがる路線で、マリボルト、サンカンディドを結ぶ。路線番号は細かく分かれており、ブライブルク・クラーゲンフルト間が620、クラーゲンフルト・シュピッタル間が601、シュピッタル・サンカンディド間が223となっている。スロベニア国内の区間には、路線番号が設定されていない。 現在のドラウタニ線は、マリボルフィラッハ区間のケルンテン鉄道、フィラッハリエンツ、区間の元のドラウタニ鉄道、プスター鉄道の一部が結合されている。現在の名称は1918年以後、チロル分割の結果で表示された。ケルンテン線は、帝国特任南部鉄道会社により、マーブルクからフィラッハまで建設された。 別の会社が1856年に与えられた建設許可を保有したものの、建設プロジェクトの資金を調達できなかった。1857年、加入れの際にその会社が建設許可を持っていた。鉄道不設権は、その後、クレジット銀行に渡され、一部の建設許可は再び、南部鉄道に与えられた。1863年6月1日に、 マーブルク・クラーゲンフルト区間が1864年5月30日にクラーゲンフルト・フィラッハ区間がそれぞれ開通された。路線延長は最初の頃には計画されなかった。政治的、軍事的な戦略でオーストリア南部線とブレンナー線を連結する目的でフィラッハ・フランセンスフェステ区間の建設が決定された。元のドラウタ2線を呼び、 プスタータ2000は1871年11月20日にそれぞれ開業された。プロジェクトは国家の支援で実行された。ハプスブルク帝国の解体以後、マーブルクフランツェンスフェステイ区間は3つの国で分割されることとなった。オーストリアでは元のドラウタ2000とケルンテン線がドラウタ2000として統合された。一方、イタリアではプスタータ2000の名称は保存された。 クラーゲンフルトで分岐するローゼン国船及びフィラッハで分岐するルードルフ船はこの路線と南部船を連絡することとなった。1960年代にクラーゲンフルトフィラッハ区間は電化されて複線で回収された。1964年ヤウンタ2船がクラーゲンフルトとラバントタールの直接連結の目的で開業されるまでラバントタ2船は ドラボグラード駅の接続でその区間を連絡した。下記2系統が運行している。下記3系統が運行されている。2017年以前はユーロナイトとして運行していた。下記2系統が運行されている。下記1系統が運行している。下記2系統が運行している。下記2つの系統に分かれる。下記5つの系統に分かれる。バリボル。 ルシェ間に1日10.5往復の運行で、うち5.5往復がプレバリエまで、さらにそのうち2往復が、ブライブルクまで運行される。休日は、本数が少なく、土曜日と冬季の日曜日は、マリボル、ルシェ館1日1往復、夏季の日曜日は、マリボル、ルシェ館1日3往復、ルシェプレバリエ間1日1往復の運行。以下では、ドラウ国線の駅と営業キロ、 停車列車、接続路線などを一覧表で示す。すべて各駅停車。ブライブルク・クラーゲンフルト間については625五線の記事を参照。ありがとうございます。